ード金利、電気、インターネット、記憶装置、全部一度に。めちゃくちゃだな。まるで私を狙ってちょっとずつ集金してるみたい。このせいで住宅ローンが払えない。なあ、さっき拾った通話で女性が生活費が急に上がったって話してた。一体どういうこと？一番近い CTOS ボックスを調べてる。奴らが得た情報を確認するよ。頼む。なんかおかしいよ、侵入できない。マークしてくれ、見てくる。実際に行くの？やだ。メールが残ってる。 CTOS ボックスの技能員同士だな。こっそり続けようっていうのはかなり怪しいな。なんかには迫ってるよ。別のボックスを見つけて。ガリレイにとって空は限界ではありません。宇宙企業ガリレイのロケットブームは続いており、今日もロケットがここサンフランシスコで打ち上げられます。搭載されている衛星について、この宇宙探査会社は国家安全保障違反になるという理由でその運用目的を公表していません。なあみんな。何？これ普通のボックスじゃないぞ。みんな同じはずだ。エクスフィルフィルターがなんかで入れない。そこから無効化できるか試してみて。侵入した。なんかあった？またこいつらだ。何してる？降参しそうってどういう意味かな。ハブに戻って探してみよう。今度は中央からのメールだ。数字の意味は？さあ、その地域の家の出力を規制してるみたい。出力値に係数を設定してる。出力値？ハブに戻って目的を突き止めるの。
おい、伏せろ。調べよ。請求書の額を上げてる。近所中にやってるんだ。 CTOS だ、クソったれ。今いる住人たちを追い出して高級住宅地化しようとしてるんだ。絶対阻止しないと。急いで。ああ、ハブを探す。よし、このハブで全ての出力が監視されてる。ジョシュ、設定はわかるか？ああ、全出力に対して1以上の数値で乗じて料金を上げてる。解除すればいい。1以下に設定だ。電話の女性と近所の人たちは割引料金で。了解。マリア、君はいつも俺に強くあれと言った。いつも俺を支えてくれた。ありがとう。でも毎晩目を閉じるとマイクナさんが目に浮かぶ。自分の叫び声で目が覚めるんだ。自分のことは決して許せないだろう。マイク、起きろ。